朝干したら、また昼頃また干さないといけない。はい、です。洗濯物が汚れて。風を注意して。あ、ガサクラ島の方から来てるとダメだと。だから風に敏感なんですよ、干しましたね。だから爪よりなんかホコリっぽいんじゃないですか。そんな気持ちを覚えて歌います。次の曲、ふるさとの歌、桜島。Oh!
はい。